辞めるきっかけとかあったんですか？なんか私お父さん単身赴任で、はい、まあ、途中から一緒に住むようにはなったんですけど、はいはい、会社の寮みたいなところに住んでたので、はい、男子風呂だけめっちゃ大浴場なんですよ。あら、そうなんですよ。なんで広いから、はい、そっちに入って一緒に入ってたみたいな感じで、お母さんに電話して、うん、おめでとうって言っといてって言ってお母さん自体に直接言ってた。そうなんですよ。いや、私お父さんの連絡先知らなくて。いくつぐらいまでお風呂に一緒に入ってました？単身赴任みたいな感じで過ごしてたんで、はいはいはい、お父さんとは一緒に入ってなかったと思います。あ、でもお父さんちょっと寂しいですよね。そうなのかな。いやいや、いなくなってなんかせいせいするわみたいなこと言ってましたけどね。それなんてね、負け惜しみよ。負け惜しみかな。だとちょっと嬉しいですけどね。お父さん遠くに住んでるので、はい、LINE でスタバのチケットを売りました。そんなお父さんとはお風呂はいくつまで一緒に入ってました？お風呂は小学校4年生ぐらいまで一緒に入ってたと思う。あの、辞めたきっかけとか何かあったんですか？覚えてないんですけど、年頃になって入るのが嫌になったんだと思います。あ、そんな感じだ。はい、そんな感じだと思います。やっぱりそういうものなんですかね。はい。毎年電話はしてますね。あ、今年も。はい。で、今日ちょうど父の誕生日なので、はいはい、終わったらまた電話しようかなって思ってます。仲いいんですね。そうですね、やっぱり大人になってからの方が一緒に出かけたりとかもするようになりました。なぜかツーショットで出かけたり、あ、旅行とか行きました。あ、へー、はい、温泉とか。あ、そうなんですね。は、小学校3年ぐらいまでじゃないですか。自然と入、なんか入りたくないな。あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあこの間の温泉も、まあ、あ、別々、部屋も別々みたいな。部屋も、はい、あ、そうなんですね。いびきがうるさくて寝れないんで別々じゃないと行かないよって言いました。なるほど。マヨ中、父の日がチェイスチェイスの天気ライブ、はいはいはい、1日ライブだったんですけど、はい、お父さんが見に来てくれて、なんか逆になんか私が何かするっていうよりも逆にお父さんが来てくれるっていう。ああ、いや、でもお父さん喜んでたでしょうね、はい、きっとライブ見てね。小学校高学年とかでも入ってた気がします。あ、なんかそれをやめたきっかけとかあります？あ、俺が入るのやめたって言われて、いや、なんか自然と入らなくなりました。あ、お父さんがちょっと照れくさがってたのかな。そんなことないか、かもしれないです。あ、わかりました、ありがとうございます。まあ、なんかそんなにすごいことはできなかったんですけど、なんかレトルトカレーのちょっといいやつみたいな、おなんか北海道のスパイスいっぱい使ったカレーとか、はいはいはい、牡蠣のお出汁のお味噌汁とか、そういうインスタント系のものをちょこっとしたプレゼントしました。小学校入る前ぐらい。あ、結構早くに。で、そこにその後お母さんと。あ、そうなんですね。何かそれはきっかけとかあったんですか？いや、自然と。あ、そうなんですね。連絡をいつもありがとうって。電話して。はい。あんまりこう普段父とこう電話することがなくて、はい、お母さんとはよく電話するんですけど、はいはいはい、久しぶりに電話して元気みたいな感じで結構寝てほしいですね。あの、父の日の前日がお父さんの誕生日だったんですよ。だから誕生日にあの靴を買ってあげたんですよ。サンダルを買ってあげて、はい、で片足が誕生日で片足が父の日ねって言ったとしました。小学校2年生ぐらいまで全部入ってたと思います。あ、え、なんかその2年で辞めたのはきっかけとかあったんですか？お母さんに止められました。パパっ子だからめっちゃ大好きなんですよ。なるほどなるほど。あ、そうなんですね。お父さんもちょっと寂しかったでしょうね。迷い中、
11月に続き2回目の開催。君へのお手紙、鬼塚真希。ねえ、鬼塚さん、もう座り込んでましたけど。そうです。途中で体調悪くなった。そんなことないです。4組の映像をご覧いただきましょう。どうぞ。ステージだとみんなキラキラしてますね。いや、そうですよ。あんた失礼なこと言いますよ。さあ今回、超緊張しました。超緊張した。超緊張しました。4組の映像をご覧いただきましょう。どうぞ。未来のスターを発掘せよ。薄毛治療の神話クリニックプレゼンツ第4回植毛芸人グランプリ。ではスーパー金沢の面接は以上になります。あ、言い忘れてたこと。ああ、何。うん。怖いな。マヨ中。 VTR どうぞ。今年のモモコは熱い。ドリーマー、ジェイス・チェイス。もしかしたらメンバーフル構造。おお。整理整頓大変だな。だからワン、ツー、サン。あー、そっか、二人か。4組の映像をご覧いただきましょう。どうぞ。フューチャーコンビニ推進アイドルカッコカリ。スタッフさんがなんか目の前でめっちゃ振りコピして踊ってたんですよ。ちなみにエビスマスカッツっていうグループが何人だろう、27人ぐらいのグループがいて、もしよければちょっとね、参加したいですね。迷中、